インデックス投資の長期保有よりも個別株の長期保有をこうご自身としてはいいよって思ってるのかっていうところっていうとでなんですか、ね、投資信託がそもそもはやっぱりまあ短期売買を強くイメージした商品だったんですまあ2三3 0あればプロでもまあそれで十分分散できてるっていう議論があるアメリカとの比較でいうとあのいい企業は少ないな 成長していない企業があまりにも多すぎて、ピークアウトしてどんどん衰退しているかもわかんない。そういう企業も一旦トピックスに入っちゃえばですね、ずっとそこにおられるんですよ。個別株の方がより株主になってるという、なんかそういう実感が私は強くなって、金融リテラシーがですね、高まるような気がします。皆さんこんにちは。ピボットの野島です。今日は 個別株投資の基礎についてお話を伺っていきます。え皆さんの中には投資に興味はあるんだけど何から始めたらいいかわかんないんだよという方だったり、あと NISA の影響もあって投資信託、ETF など、ま、インデックス投資みたいなことはやってるんだけどな、個別株はまだなんだよという方もいらっしゃるのではないでしょうかえ。本日は京都大学で証券投資を研究されている川北名誉教授をお迎えしまして、初心者のための個別株投資の基本から、まあ、成功するため どんなななここととととを学ばききゃいけないいいいけのかということに関して深掘って深ったいと思いますでは、改めてご紹介させていただきます。え、京都大学名誉教授の川北秀隆先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え、北先生は、え、60年間株式市場と向き合ってきた、株といったら川北先生ということなのかもしれないんですけれども、その英知をこの教科書にぎゅっと凝縮させたということで、この夏本を出されたんですよね。 はい。今、NISA、まあ、とか IDECO とかどんどん出てきて、うん、皆さんやっぱりあんまり詳しいことわかんないから、うん、もうオルカン一択、S&P、うん、みたいな話ってよくもう耳に、うん、もうちょっとタコができるぐらいには聞いたなっていうことはあるんですけれども、インデックス投資を投資初心者はやった方がいいという論がこれだけある中で、個別株を 初心者の方々にも分かりやすく解説する方法を出したとで。しかも先生の立場としては、投資信託の活用を全面的には支持していない。<laughs> そういうことなんですよね。うん ここをちょっと深掘っていきたくて、前半後半このような構成になっております。えー、前半では個別株の基礎とその魅力を伺って、後半では個別株、そしていい企業を選んでちゃんと長く付き合っていく方法、ここを詳しく伺っていきたいと思います。で、そのお話を聞く上でなんですが、改めて前提として視聴者の皆さんにお伝えするのは、うん こちらは先生のご研究、そしてご見解を伺うものであって、特定の手法を視聴者の皆さんに勧めるというものではないということをご了承いただきたいと思いますえ。ではでは改めてなんですけれども、この本の最初のページの方で、投資と資産運用、この言葉は違いますよというところから始まっていました。まずそれを なんで違うと私たちは認識しなきゃいけないのか教えてもらえますかあの、ま、別に一般用語として投資って、あの、上下で持つのか、短期で持つのかは、あまり関係ないと思うんですよね。でも、日本人が投資といったときに、特に株式投資といったときに、すぐ思い浮かべるのは、勝っ,って、打って、 うん、短期間で儲けて、なんかそういうイメージがなんかすごく強いと思うんですよね。そだ、ね、からそれを、あのー、そこと区別するために、まあ投資というと短期の、まあ、売買にしましょうと。で、えー、長期保有ということで、まあ長期にその株式を買って、その会社の成長を頼む、楽しむというところ。そういうい 個別を、まあ一応、こう、ここではしたという、まあそういうふうに考えてもらえればいいと思いますけども。うん。まあだから、個別株を一言に言ったとしても、安く買って高く売る。これをどんどんやりたいのは短期の株式保有ですよね。だけど、資産運用というのはもっと長期的にいい企業のものを買っていく。この校舎について、ちゃんと論じていこうよ、という話、はいはい、そういうことですね。ありがとうございます。じゃあこの短期と長期の資産運用の話で言うと、 それぞれにどんなリスクがあって、どんなリターンがあるのか、メリットがあるのかというところも伺ってもいいですかあの、短期はね、はい、結局、まあ、みんな思うことだし、うん、僕も最初はそう思ったんですけども、安く買って高く売れば、ね、すぐさま儲かって、うん、それをこう何回も繰り返していくとですね、まあ、ひょっとすれば1年ぐらいで億万長者になれるかなという、<laughs> なんかそういうイメージですよね。はい、でも、 それを、で、成功している人ってやっぱり少ないんですよね。うん、それはな、なぜなのかというと、安く買って高く売るということがみんな成功すればですね、どうなるのかというと、結局、ね、安値に行く可能性っていうのが低くなるから、うん、まあ安値の水準がどんどん持ち上がってくるんですよね。うんうん、逆に高く売る人が、あの、まあみんな成功するとですね、当然、 あの、高値の、というか、そのピークがですね、小さくなるんですね。だから値幅がどん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 小さくなるはずなんだけども、でも実際は違いますよね。うん、まあ、要するに、うん、安く買って高く売ろうという人は、ひょっとすると、高く買って安く売ってるのかもしれない。<ー>その人がね、だから逆にいるんですよね。うん、だから、誰かの得は誰かの損で、それを二つ足し合わせるとですね、結局ゼロなんですよ。 だからまあ、短期売買って結局はあの、ゼロサムゲームだと思います。このキーワード。短期売買はゼロサムゲーム。うん、なんかこの言葉は私この本でとても心に刻まれたので、<laughs> やっぱ長期だなって今すごく思ってるところではあるんですが。うんうん、じゃあ、長期はどうやっていったらいいのという話だと思うんですね。うん、長期のメリットと、まあ、リスク、どっちもあると思うんですけど、うん、まずはリスクの方から教えてもらっていいですかリスクはね、この企業って成長するよね。 うん、非常に、あの、儲けの大きな仕事をですね、ずっとやっていくよね、と思った、そういう株式を、まあ、買うんですけども、うん、でもやっぱり当たり外れありますよね。そりゃそうですね。うん。そんな 100, 100発100中はいかない。でも、まあ、それがやっぱり、まあ、一番大きなデメリットだと思いますね。うん、何を選んだらいいのか。これが、まあ、一番ポイントだと思います。 うん、個別株がやっぱり初心者は手を出すなって言われる理由としては、そのプロでさえ見誤るのに、あなたたちがわかるわけないでしょっていう論じ方ってされるじゃないですかあの、でもね、残念ながらね、プロって長期の観点で見てるプロってです、はい、やっぱり多くないんですよね。ああ。じゃあ我々は逆に言うと、初心者だからこそ長期で見れば見誤らない可能性も高まる。そうそうそう 後で出てくるかもわかんないですけれども、はい、やっぱり感性なんですよね。いいですね。個別株は感性ですか <laughs> <laughs> 面白い。ありがとうございます。<laughs> ではでは、じゃあどういったところでという話なんですけれども、じゃあこの本の中でインデックス投資よりも個別株というところにまあ重きを置いて書かれた理由というところもちょっと詳しく伺いたいんですね。<あ>なぜインデックスじゃダメなんですかあのー、まあ、特にインデックス と言ったときに僕は日本のインデックスをイメージしてるんですけども、まあ一番代表的なのは東証株価指数、まあトピックスですよね。で、これトピックスって今はちょっと変わってきてるんですけども、昔はあの東証第一部に上場していれば、そこに上がった瞬間にトピックスに入るんですよね。もちろん成長してる企業はそこに入るんだけども、かなり前に入った企業は、 もう成長が止まってですね、もうピークアウトして、どんどん衰退してるかもわかんない。そういう企業も、一旦トピックスに入っちゃえばですね、ずっとそこにおられるんですよ。だから、いい企業も買うし、良くない企業も買うし、なんかこう、ごちゃまでになったものをですね、なんか買ってしまう。まあ、玉石混交の投資に、やっぱり日本の場合は特になると思いますね。日経とかってどう見たらいいですか 日経はね、算出方法がね、うん、すごくそういう意味では難しいんですよね。だからまあいい企業は結構入ってると思います。うん、もちろんあの225社に入ってる。ということはまあいい企業を彼らは入れてるんだけども、1949年以降の、えー、まあ延長線上で、えー、その計算方法をずっと続けてるんで、うん、いろんなこう、何かな、あの修正というか、 パッチワークになってしまってるんです、ね、のその歪みみたいなのがちょっと見えてきている、結構あると思います。お面白いですね。なんか今日系の話で言うと、まあそれこそある、えー、エコノミストの方が、うん、あの、数年後には、 5, 年5万円に行くんじゃないか、10万に行くんじゃないかなって話もちょっとご存知だと思うんですけど、うんうん、そういう論ってどうご覧になってますかそれはね、はい、あの、1989年の日本のバブルの時にも言われた話なんです日経平均が3万8千円とか9千円になった時にね、うん、もうすぐ5万円だ、10万円だとみんな言ってたんですよ。多分それと僕一緒だと思いますね。へー。違いがあんまりない、うん。うん、だからやっぱりそういう人が出てくるということは、うんうん、まあ株価がやっぱりちょっと、 バブリーな状況になっていると僕は思ってるんですけど、ね。<ー>個別株投資をどんどん、まあ、私たちも勉強していきたいなと思ったときに、うん、まあ、投資信託はあんまり進めないよと、この本の中では、はっきり書かれてたと思うんですよね。そこの理由については、先ほどあった、いわゆる無駄なものを買ってしまう以外で言うと何かありますかまあ、投資信託がそもそもは、やっぱりまあ、短期売買を 強くイメージした商品だったんですよね。実際にこの本でもどの程度売買してるのか分析してるんですけども、やっぱりかなり激しく売買してるんですよね。投資信託が短期売買を前提にしてるんですかあの、一つはね、うん、まあこれは投資信託の、あの、まあ可哀想なところなんですけども、はい、まあ彼らがと長期に投資をしようと思っても、その投資信託を買った人が、うん 途中で解約したり売ったりするじゃないですか。お客さんの売買に合わせて自分たちも売買しないとダメになるんですよね。<ー> <laughs> そうすると、そうしないとお金返しないわけですよね。だから、まあその一つでやっぱりこう短期売買になるっていうのが一つだし、もう一個は、あの、まあこれは全ての投資信託ではないんですけども、長期の視点から株式を、あの、どの株式をハンドに入れるのかということを決めてない ところが多いんですよ、ね、例えば今、自流に乗ってるから、この株式を入れておかないと、値上がりしないという、そういう観点で入れる。もしくはもう、自流外れたから、じゃあ、ほのえ企業に乗り換えようということで、売買する。それもやっぱり結構行われてるんですよね。だからやっぱり、まあ、二つ、そういう2つの観点から、短期売買にやっぱりどうしてもなっていくという、え。ー 面白いですね。なんか私は、どっちかというと、いわゆる投資信託だったりっていうのは、うん、長期持つ前提でやってるんだと勘違いしてました。うん、なんでそんな勘違い起きちゃったんでしょうかね。まあ実際の投資信託を見ないと <laughs> そうなると思いますね。なるほど、えー。だから、で、かつ、やっぱりデータとして投資信託がどのくらいワイワイしてるのか、まあこの本を書くときにデータをいろいろ集めようとしたんですけども、うんはい、あまりきちんとしたデータがないんですよね。はい なんでそういった資料があまりないんでしょういやまあ、あんまりこう売買って関係ないということなんですよね。まあ、値上がりしてるかどうか、<ー>そこが一番重要だろうということなんでしょうね。う確かに。 ちょっと改めてなんですけれども、その長期資産運用と、その経済成長というものが、まあ、いろんな意味で関係してるんだよというのが、この本の中でも強調されてたと思うんですね。そこについて伺っていいですか。あのまあ、この図にありますように、これは企業があのいくら儲けてるのか、まあ、営業利益の金額と、それから、太い線がこれ、東証株価指数、トピックスなんですね。まあ、この2つをあの重ねて書いたものなんですけど、 まあ非常にこう連動してるんですよね。うん、ということは長期で見ると株価が上がっていくということを示してるんですね。<え>もちろんあのトピックスが飛び出ているのが80年代後半のですね、バブルの時なんですけども、でも営業利益の線に引っ張られて下がっていって、<う>で、まあ下がりきったところでまた連動するようになってるんですよね。うん、だからまあ長期的に見るとあの株価っていうのはやっぱり企業の業績、 ね、その企業の業績は経済成長なんですけども、うん、まあそれにやっぱり連動するということだと思います。まあこれは太い線が日経平均。はい、それから薄い棒グラフになってるのが、これが経済成長率なんですね。それから、あの、ちょっと細い、薄い線が、これが金利なんですね。で、株価の方は経済成長率取ってるんで、あの、株価の変動率取ってるんですけども、えー まあこれ見ていただいて分かることがいくつかありまして、うん、一つは、やはり経済の成長率が高いと株価の上昇率も高い。そうですね。で、経済の成長率が低くなると、もしくはマイナスになると株価も下がっていく。うんうん まあもちろんこれバブルの時の異常な高値と、それからバブル崩壊の時の、まあ下落がずっと続いた時期が、まああるんで、ちょっと見にくくなってるんですけども、でも全体的には経済の成長率が高いと株価の上昇率も高いという、まあそういう状況になってると思います。ただやっぱり日経だけは全然なんか連動しないですね。 ま、これ、統計的にどのぐらい関係してるのかを計算するとですね、うん、これ結構関係してるんです、ね。あ、そうなんですか。<laughs> ええ、あ、これでもしてるんです、ね。ええ、国内の成長率になってるんで、あ<ー>足元は、これ、海外の成長率も、日本の企業って結構、どう,いうかな、その、好影響を受けてるんで。そうかええ だからちょっと足元は、あの、イメージが違うのかなという気はしますけどね。なるほど。わ、えー、かりました。ありがとうございます。まあ、これで、つまりわかることっていうのは、経済成長っていうものと株価っていうのは、本当に、あの、密接なつながりがあるからこそ、ええええ、我々その、投資をしていきたい人たちにとっては、経済成長率っていうものを見るのが大事なんだよということですね。そうですね。はい。うん ありがとうございます。では、改めて、またちょっと話戻すんですけれども、まあ、この本の中では、日本株よりも、米国株に、まあ、焦点を当てて、個別株に関しては書かれていらっしゃいましたし、日本株の個別株はちょっと、みたいな論調もなんとなく私は感じたんですね。そこについて意図とどういった意味があったのか教えていただけますかあの、まあ、別に日本株を嫌ってるわけじゃないんで、僕自身日本株を持ってるんですけども、 まあそうは言ってもアメリカとの比較で言うとあのいい企業は少ないなという気がしますね。まあもう少し言うといい経営者がいる企業が少ないのかもわかんない。やはり日本の企業って成長していない企業があまりにも多すぎて。だから逆に言うと成長するしてる企業を探そうとするとやっぱりあのすごく数が限られるんですよね。アメリカの場合はあのマイクロソフトにしてもそうだしアマゾン うん、Google,、まあ、Apple,、まあ、その他いろいろ、うん、名前を挙げるだけでもいろんな素晴らしい企業がありますよね。うんうん、だから、まあそういう意味ではやっぱりアメリカの方が、あの、ある意味ではとっつきやすいというのが一ですね。うん、それからもう一点、これはあの、日本企業の問題ではないんだけども、日本の場合は、 え、百株単位でしか買えないんで。あれ、高いんですよ。<laughs> ね、二十万円。はい、平均的には二十数万円するんですよねえ。あれってな、なんでそうなんですか制度的にそうなってそうやって制度なんで買い終わらないんでしょうまあ今、買えるべきかどうか議論をしてるところですよね。そうじゃないと、いい企業って日本の場合、百万円以上かけないと投資できないですよね。そうすると、ね、一割二割下がるのはザラだ 10万円とか20万円とかすぐに吹 <laughs> っ飛びますよね。そうですよね。<laughs> だからは、初心者としてはハードルが高いし、うんうん、それこそ私も、まあ、別株を始めてみようかなと思って、うん、まあ、いろいろ探した結果、やっぱり米国株の方が単価が安いので、一株から買えますもんね。そうなんですよ。なので、応援しやすいし、<laughs> その、わかりやすい。ただ、日本株ってなると、応援したいのに、何百万は最初から無理だよって、やっぱ思ってしまうので、うんねね これ、な、何が壁なんですかその規制を変えるというか、その法律を変えるという意味で。あの、結局は会社法があって、単元株制度っていうのを作ってるんですね。うん、まあ、これは多分、企業さん向けだと思うんですけども、あの、一株運動ってあったんですね。はい、だから人、一株株主がたくさん生まれて、で、もっと経営を変えろと言おうという、まあ、そういう運動があった。まあ、それが一つ、うん、あの、象徴なんですけども、ええ、なんかそういう、 個人株主を日本の企業っていうのは、まああるんじゃ嫌ってきたんですじゃあまあそういった規制が緩和されて、まあいわゆる日本の企業がもうちょっと未来があるなって思えるとかが増えてきたら、うん、日本の個別株も応援したいなっていうことです別にね、10万円で買えれば。うん、<laughs> あの、ちょっとだけ話戻っちゃうんですけどえ、なんでインデックス投資の長期保有よりも個別株の長期保有を、こう、 ご自身としてはいいよって思ってるのかっていうところっていうとなんでなんですか、ね、あの、まあ、別に、あの、長期に保有するんであれば、インデックスでもいいのかもわかんないけども、まあ、多分二つ理由があって、まあ、一つは、もう衰退した、ピークアウトした企業を応援したくないよね、という、まあ、そういう感情が一つあるのと、それからもう一個は、やっぱり自分で、あの、その企業に関心が高まるし、 経済のことをですね、まあ勉強しようという気になると思うんですよね。インデックスであれば、なんか毎日毎日上がった下がったと言われるだけで、まあ日本の経済とはなんかちょっとなんか距離があると思いますね。だ<ー>からそういう意味では、あの、インデックスの方があーよりも個別株の方がより株主になってるという、なんかそういう実感が私は強い、強くなって、まあある意味ではこう、あの、 流行りの言葉で言うと、金融リテラシーがですね、高まるような気がします、ね。うん、まあ、それからもやっぱり最初に言ったように、インデックスの場合は、ね、なんかそういう、うん、あの、良くない企業 <laughs>、というかな、経営的に良くない企業を持ってしまうわけなんで、なんかそれに対するやっぱり、ーーかああ結構あると思います。 ただなんかそこって裏を返せば、分散投資にもつながるっていう視点はあると思うんですよね。そこがやっぱり個別株だとなかなかできないのかなっていう初心者なりのちょっと意見なんです、ね、まあ分散と言ってもね、まあ2、30あればプロでもまあそれで十分分散できてるという議論があるんで。まあ2社でも3社でもいいから、とりあえず買うことが、 まあ、それで分散になると思いますね。なるほど。他人が決めた、その、分散よりも、<laughs> うん、自分で決めたある程度の分散の方が、ちゃんと分散できるんじゃないかっていう、ね。そう,そうですね。ええだ,かだからまあ、例えば、あの、AI であっても、ね、いい企業見つ,見つけたとしてもい、一つの企業に投資をしたんじゃ、ひょっとすれば、うん、それが正しくない選択だったかもわかんないですよね。そうですね。二社、三社だったら、 うん、まあ分散効果がでで出てくるし、うん、それからまあ AI だけではちょっと不安だっていうんであればですね、なんかもうちょっと違う、例えば消費産業とかですね、氷を買ってみるとかですね、うん、薬品を買ってみるとかですね。なんかそういう自分でやっぱりちょっと分散を意識をして投資をしていけばですね、そんなに大きな間違いは生じないと思いますね。 わかりました。ありがとうございます。では、ちょっとまた話戻るんですけれども、うん、この日本株、アメリカ株の話をしている上で、まあ、日本株の魅力として、配当の話って結構出てくると思うんですよね。うんうん、配当、まあ30%くらいあったらいいよね、うん、なんていうお話あると思うんですが、ここについてって先生はどう考えてますかあのー、30%ということをね、日本のその経営者が結構意識はするんですけども、でもそれは間違いだと思うんですよね。配当からまず決めるべきではなくて、 自分たちが成長するために、企業の成長のために、どれだけのお金がいるのかということがまずありきで、うん、そこを決定をして、まあそれにお金をつぎ込んで、残りがあればですね、まあそれを配当するという。 だから、配当が後からこう決まってくるんですよね。それが本来の姿で。うん、例えば、アメリカの場合、配当成功がゼロというか、まあ無敗の企業がすごく多いんですよね。本当ですね。それこそアマゾンとかグーグルも最近まではで。そう、あの、アマゾンはまだ無敗ですね。まだか,そうかええ。グーグルとかメタが、えっと、今年からかな、配当しただけなんですよね。で、マイクロソフトだって、アップルだって、昔は、 儲かってる時ももはいだったんですよね、うん。だから逆に言うと、まあ日本は、まあ配当成功結構高めってなってるわけなんですが、うん、なんかこれ裏返せば、まあアメリカはそれこそいい企業こそ配当しなくたってみんな株を買うと。でも日本は配当しないと買わないってなってるっていうことも言えるんですか、うんうん、そうですよね。だから日本の場合はもはいってこれ、もう良くない企業の象徴だという。はい でも、うん、まあ、常に言ってるんですけど、アメリカ見てみろよと、<ー> <laughs> もはやの企業の方がいい企業はたくさんあるよという。それは日本の企業がいわゆる内部留保みたいなことが問題視もされてたりするじゃないですか。うんうん、そこに関してやっぱり先生も何か思うことってありますかいや、あの、もう、昔はね、あの、内部留保が重要だったんですね。うん、もう借金で成長していたって時代が、まあ、80年ぐらいまで,です、ね、1980年ぐらいまで続いたんですよ。はいはい でも、それが終わって、今、日本の企業の方が内部留保というか自己資本比率がアメリカよりも高いぐらいなんですよ、ね。そこ結構問題視されてますよね。うん。だから、まあ、もうそれも銀行預金に住んでるという、うん、なんかそういう状況に近いと私は思いますよね。それはどうしていったらいい,ですかいや、それはね、あの、結局経営者がね、良くないんですよ。<laughs> 30%配当すればいいんだろう。残りはもう自分のものだ。でも、投資するところがないよね。 で、M&A で企業を買収しようっていうのは、これ結構リスキーだから、ちょっと躊躇するよね。ということで、どんどん溜まっているのが現状だと思います。経営者というのが結構キーワードになってくるん、ね、だからまあ経営者がね、やっぱり配当って何なんだろう。うん、配当が、まあさっき言ったように、うん、配当が後から決まるんだと。はい なんかそういう意識ってないんですよね。あ<ー>バラバラで決めてるんですよ。まあ、つまりはその配当って、その、いわゆるこう、経営者が配当をするのが適当だと思った時に支払われるで。でもそれが適当でないにもかかわらず、先にこれを下払って残りっていう考え方が日本であると。えー、日本株か米国株だったら、米国株というものに私も見ていきたいなと。じゃあその時に一番気になるのは、為替。 もう今の時代だとちょっともう円安がひどすぎて、買おうにも難しいなって思ってしまう、躊躇してしまうとこあるんですけど、まずその為替というものの仕組みというか、その理解する上での前提、そしてリスクについても先生から伺ってもよろしいですかあのー、基本的にはね、僕は為替っていうのは、その国の経済力で決まると思うんですよね。だから、エンドルのレートで言うとですね、アメリカと日本の経済力がどちらが強いんか、 という、それで決まると思います。だから現状はアメリカの方が強いし、まだもうちょっと強い状態がな続くと思うんですよね。で、それなぜ思ったのかっていうと、日本の為替レートのピークはですね、まあ、ちょっと色々諸説はあるんだけども、僕は1995年ぐらいがピークだったと思うんですよね。 まあそれは日本の経済力がずっと上がっていって、でも89年末のバブルの崩壊からですね、経済力がまあ落ちていく。なんかそういう状況にあった。それに対してアメリカの方はですね、マイクロソフトが出てくる、パソコンが出てくる、インターネットが出てくる。それはやっぱ90年代の中頃なんですよね。そこでアメリカの経済力ってすごく上がったんですよね。 そこからやっぱりアメリカのドルがやっぱり日本円に対してやっぱ強い時代が始まったんだと僕はそう理解してるんですよね。うん、で、その状況が続いている。ね、アメリカの国力の方が、まあ AI にしてもですね、アメリカの方が先行してるわけです。だからそういう状況からすると、もちろんあのアメリカの経済も波があるわけだし、日本の経済も波があるんで、その波によって、うん で、その経済の格差が大きくなったり小さくなったりして、まあそれがその金利差を呼ぶわけですね。大きくなった時には金,金利差が開いて、小さくなると金利差が縮小するということが起こって、まあそれによって小刻みな為替の変動は当然あるし、まあ現状のように円高の方にですね、為替が少し触れてるということも、まあ生じるとは思うんですけど、でも長期的な まあ日米の経済力がですね、どうなるのかをやっぱりちゃんと見極めて、それによってやっぱり、あの、ドルのポジションをどうするのか。まあさらに言うと、あの、通貨分散をですね、どうするのかということを決めていくのが、 僕は正しいと思うんですね。ちなみにこのえ通貨分散に関して、もうちょっと詳しく伺いたいなとも思うんですけれども、我々日本人は、その通貨分散ってどれぐらいできててできてないのか、そういったとこも含めていかがですか今はほとんどできてないんじゃないですか、一般的には。うんうん、あの、多分、個人金融産の10%はないと思うんですよ、ね。ああ、そうか。で、あの、考えないといけないのは、まあ、この図にありますけども、 現在いくらその通貨分散できているのか、外貨を持っているのかという、なんかそれだけじゃないんですよね。思った以上に、思ってる以上に、円での資産って、将来を見渡すとですね、非常に大きいはずなんですよね。確かに。で、その日本に何かあった時にどうなるのか。うんそういう状況を考えるとですね、 まあ、たくさん、こう、円の資産を将来を考えると持ってるわけだから、その一部分をですね、まあ、ドルなり、ええー、ユーロなり、まあ、そこにやっぱり分散しとくのが僕は正しいと思いますけどね。あれまあ、我々、その、いわゆる企業、企業での、あの、分散ポートフォリオっていうのは結構、見がちだったりするけれども、まずここからちょっと見極めていくっていうのも大事かもしれないですね。 では、改めてこの前半のまとめなんですけれども、私が三つ学んだなと思うことの一つは、まず短期売買っていうのは、まあ、初心者の私はあんまりちょっと進んでいきたくはないなと思ったことが一つ。で、二つ目は、株式のその長期投資のその成果が、まさにこの経済成長率、こういったものを表していると。じゃあ、この経済成長をするって予測するから我々買うんだよね。株をっていう話だと思うんですよね。で、これが一般論だとすると、じゃあ、 そのまま適当に株を選んだらいいのかなと思いつつ、やっぱりそれに合わない企業ももちろんいるわけだから、どんな企業を選んだらいいんですかというのも詳しく伺っていきたいんですが、うん、よろしいでしょうか。はい、お願いします。はいはい、彼らは長期の投資の観点から株式が安いと思った時に買うんだと。はい、自分で個別株を選んで組み立てるというのは、これすごく楽しいと思うんですよね。 ここで一番重要視しているのは、自分の感性ですか、きょろきょろしてね、街中見てねあ、これなんかすごいサービスやってるやん、なんかそういうことがやっぱり重要だと思うんですよ、ね、スマホなんてね、見て歩いてる場合じゃないよ、<laughs> オルカンとか S&P みたいなのって、もう一択だみたいな話あるじゃないですか、ああいうのはどう見てるんですかはは僕僕いいいいと思うんですす<ー>オルカンやるんだったら僕は、まあ、個人的感想ですけど、S P、の方がいいって 어? <목소리도>